こんばんは。イノランバーオープンでございます。皆さんご覧いただきありがとうございます。はい、では早速ご紹介します。イノランさんです。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか後ろ映ってますけどね。映ってます ね、 ね、多分彼らは知らないっていう映ってるの。あ、本当ですか、ね、確かに全く気づいてない動きをしてますね。これは、はい、一切気づいてないです ね。お元気でした。元気ですよ、うん、ね、元気ですか。ツアーもされて。そうですね、はい、ね、ツアーも再開してますからね、うん、あ、音が聞こえない。ちょっと確認しますね。大丈夫かな。音大丈夫そうですか。聞こえますか。音聞こえる。じゃあその今コメント打ってくださった方、あのミュートになってるかもしれないんでね、上げてもらってっていう声が聞こえてないかもしれませんが、ゆりやさん髪切った。髪ね、どんどん短くなっちゃうんで、ね、まあ夏だしね。ねえ、うん、だって正直後ろもそうですけど、犬のさんより全然短いですよね、私の方が。本当だ、本当だ。ここ刈り上がってますからね。いいじゃないですか。いや、暑いんで。ねえ。ねえ、うん、お久しぶりです。うん、そうですよ。でもちょっと前は6月26日、うん、イノランバーお一人でね、松山の公演の後やってましたもんね。そうなんですよ。はい。はい、奥さんが来てくれないって。奥さん、そう。ちょっとね、剣またげなかった。だよね。一人でやんなきゃいけないって、ね、そうでしたか。いやいやいや、もう絶対やんないです。え、なんでですか。いやです、つまんない、寂しいですもん。そうですか。そんなことない。いや、でもコメント書いてくれる方いっぱいいるじゃないですか。そう、結構ね、もうみんなね、コメント書いてくれて、すごい助かったな、はい、ねえ、それはそれでやっぱり皆さん見たいですよ、井上さん一人、うん、ねえ、ほら楽しかったって書いてる方いっぱいいる。まあ、二のナンバーあれなんじゃないですか、やっぱ奥さんと僕じゃないですか、奥さんやっぱ。ね、あの気づくと井上さんまで私のことを奥さんと呼ぶようになって。清原くんがね、マルシー清原さんで。そうそう、マルシーですからね。そう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 、はい、いやいやいや、うん、というわけで皆さんお気づきだと思いますが、ここはレコーディングスタジオですね。そうですね、はい、はい、さっきまでレコーディングしてて、ね、うん、そうなんですよ。またあの前回ここにお邪魔したのが去年の11月でしたね、はい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 、また制作の時にお邪魔してたんですが、うん、今回もそうですね。いいんですか、お邪魔して。このタイミングもちろんいいんですよ、はい、ナンバーだけは特別です。いや、ありがとうございます、はい、今日タイトルがありまして、イノランスニークピーク2021レコーディングスタジオに潜入スペシャルというタイトルがついております。スニークピークプレビューみたいなことですね、うんうんうん、チラ見せみたいなことなんですけれども、うんうんうん、かなり貴重な時間になると思いますので、はい、はい、今日じゃあ本当にあそこで作業されてたスタッフさんがまだちゃんといらっしゃってっていうことになるわけですね。そうですね、さっき7時半ぐらいまで、7時ぐらいか、はい、歌ってて、そんなついさっき、そうですね、その前にイノランバーのスタッフがそこでセッティングして、はい、やってました。本当ついさっきまでやってたんですね。そうですね、はい、えー、うん、なるほど。あのちょっと前からね、アルバム制作はされているという話、6月26日にもちらっとされてましたけれども、はい、はい、今日あの番組の中でちょっと覗かせていただきたいと思うんですが、はい、まあ、そのアルバム楽しみなね、ニューアルバムについてもたっぷり伺っていきたいんですけれども、メールも今日いっぱい来てますので、ちょっと番組の後半でご紹介しようかなと思っております、はい、ここで番組の一部はですね、チャンネルの会員限定になりますので、全編見たいという方はぜひ今のうちに登録をお願いいたします。はい、はい、さあ、じゃあこれ乾杯と、ね、いきますか。イノランバーなんで、イノランバー開店ですから、ね、皆さん、ご無沙汰してます、今日一日皆さんお疲れ様でしたね。あのこんな状況ですけど、まあ本当にね、みんなね、笑顔でいきましょう。とりあえず今日一日、そしてこれなんだこれ、まあ、とりあえずじゃあ乾杯。乾杯。お疲れ様です。皆さんお疲れ様です、ね、うん、暑いですからね、うん、みんなも乾杯してくれましたかね。乾杯してますか、うん、お家で飲んでますか。今ね、外では飲めないですからね、うん、なかなか KP か、 KP、 うん、ここであのコメントもたくさん乾杯のね、うん、スタンプ打ってくれてる方いるんですけれども、はいはいはい、今日一つお知らせがありまして、うん、皆さんもうお気づきかと思います、うん、イノランバーでは初めての試みです。ギフト機能を追加しました。おお、待ってました。これね、以前イノランさんと清原さんの番組のコラボの時に、うん、出てきたじゃないですか、あのギフトがいろいろと。そうですね、清原くんの番組ね、はい、やった時にね、で何これっつってね、俺がすごい驚いたっていうか、これ僕もやりたいっつって今誰かのマネじゃないですよ、はいはい、
僕もやりたい。そう、それで今日実現やっとする感じで、ね、そうなんですよ、はい、これやり方一応皆さんねお伝えしておきますと、うんうん、あの簡単です。私も結構ニコ生見ながらやってます。私機械音痴ですけどできるぐらいなんで皆さんもきっと大丈夫だと思います、うんうんうん、生放送の番組ページ、これパソコンの場合ですね、右上にギフトボタンがあるんですけれども、そこまあいろんなギフトが出てくるので好きなギフトを選んで、プレゼントするっていう形になるんですが、ギフトはニコニコポイントというのをまず買ってもらってから送れます、うんうんうん、はい、なので先にポイント買ってください、うん、はい、これはまあ、カードなりいろいろ、あとキャリア決済とかもできるのかな、はい、携帯のキャリア決済でもできます。いろんな方法で買えますので、ニコニコポイントを買ってもらってそこからギフトを投下するっていう感じで、なんとですね、このイノランバー限定でファンの皆さんにおなじみのランランのギフトも登場してます。いえ、ランラン、これ出ますか？ランラン出る？出ない。これじゃランランは皆さんがこうギフトをプレゼントしてくれた時に画面に出てくるってことですよね。出てます？ランランがね、あれ、あ、出てるけどこっちのモニターには映ってないですね。ここに、出てる、こっちのモニターに映ってるな。いいね、出てます、出てます。皆さんありがとうございます。せっかくなんでこっちも映るようにしましょうか。ね、いいね。あ、すごい。イノランさんの上にイノランさんが降ってくる。ランランが降ってくる。いいね。かわいい。ランランがいっぱい。いいね。いいですね、うん。これだから皆さんのね、ここぞという時に、そうですね、ちょっと出してもらったりしてもいいですしね。うん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 、こう埋まってっちゃうでしょ、俺が。そうなんですよ。いいね。愛で見えなくなるっていうパターンですよ、イノランさんが。みんなの愛で見えなくなるっていうパターンも。愛に埋もれたいな。愛に埋もれたいな、うん、今のつぶやき聞きました？やだね。そんなこと多分生涯あんまり言わないですよ、ね、言わないね、うん、いや、みんなの愛で埋もれてますからね。もうすでに埋もれてますが、はい、はい、皆さんもそっちなんで楽しんでください。みんななんかドン引きしてるっていうね。本当？なんかね、愛に溺れない、何言ってんのって、何言ってんの、冷静な方がね。何や、そういうこと言うんだよ。ちょっとまだ皆さん酔いが足りないようで、ね、はい、はい、笑ってるよっていうね、うん、はい、笑ってらっしゃるかと思いますけれども、はい、まあ、好きなタイミングで皆さんギフトしてください、ね、お願いします、うんうん、よろしくお願いします。そしてですね、はい、前回ノランさんが一人で放送されてた6月26日に、うんうん、プレゼントをしようってことで発案で急遽決まりましたよね、はい、そうですね、はい、はい、これですね、プレゼントするのがクロスザユニバースのツアーのグッズで、はい、ロングウィンドブレーカーなんですが、うん、これあれですか、ルナシーの皆さんのサイン入りなんですか？そうですね。え、ここにあるのって、新谷くんが5回書いてくれました。はい、ピンちゃんが。あ、これ見せてもらえるんですか、皆さんに。え、なんかフリー、それ見せない方がいいとかそういうことありますか？いや、別に全然大丈夫じゃない。お、お、昭和のベタな振りでしょ。なんか懐かしいな。ねえ、ほら、ちゃんとほら、これですよ、ほら、ちゃんとほら、みんなに書いていただきました。メンバーの皆さんありがとうございます。ありがとうございます。そう、ね、グッズのね、グッズショッピングみたいなのをやってて、はい、ツアーみたいになってますね。ツアーのね、うん、そう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 、それでなんかノリで言っちゃったんですけど、はい、みんな心よくやってくれて、はい、ね、全員のサイン入りですからね。で、これもちろん一点限りなんですが、なんとここでですね、今日当選者を決めようという。ミノランさん、え、1名決めましょう。もうなんか持って帰るぐらいの感じで今、いやいやいや、懐にありますけど、いやいや、メルカリで売ろうかなと。いくらになるかな。はい、当選者決めましょう。あれでしょうね、はい、これです。あ、これたくさん入ってます。皆さん、この中に入ってます。じゃあ、イノランさんに引いていただいて、イノランさんが決めていただく、メルカリではなくここで決めていただく。聞きましたよ。お、聞きました。え、俺ボケなきゃいけないの？え、ボケなくていいですよ。もうボケはちょいちょいいただいてるんで。東京都北野武さん、あ、おめでとうございます。おめでとうございます。北野武さんです。嘘です。嘘ですよ。怒られますよ、もう。たけしさん、何度もかやろうって言われました。そう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 。いいですか、はい、兵庫県の、由美子さん。由美子さん、兵庫県。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。おお、
ゃあね、これね、これプレゼントですよ。おめでとうございます。おめでとうございます。これはでも太っ腹ですね、井上さん。その時にこう発案したってことですね。ノリでっちゃいましてね。いやでも皆さんにサインももらって、うん、由美子さんにこれが渡るという、うん、ちょいちょいでもこういうのやっていただけるとすごい皆さんも嬉しいかなと。ね、そうだよね、うんうん、思います。またぜひよろしくお願いします、うん、まずは由美子さんおめでとうございます。おめでとうございます。由美子さん見てるかな。由美子さん見てますか。見てますか。そうですよ、ぬくもりがあるうちにねお届けしたいですけどね。いやでも当たる気がしないと結構みんなほらあれだよ、結構入ってますよ、うん、入ってるよ、ちゃんと入ってるんですけどね、うん、ね、そうです、うん、こういうの順番ですから、順番に回ってきますから。そうですね、そうですね、うん、そうです、はい、さあ当選者決まったところで、うん、メールを少しここでご紹介したいと思いますが、はい、なっちゃんからいただきました、はい、先日の名古屋公演 2days 参加しました。井上さんのブレイズ姿生で見られるの楽しみにしていたんですが、うん、名古屋の髪型はブレイズではなかったですね、うん、髪の毛を下ろしているナチュラルヘアの井上さんもかっこよかったのでそれはそれでよかったのですが、今後のツアーではいろいろ変化していくのでしょうか。お、名古屋ブレイズじゃなかったんですね。そうですね、まあ気分ですね。気分ですね。なんとも言えないな、あこの先の本当に本当にそれって、うん、こう会場に行ってから決めるんですか、それとももう朝起きた時から今日はこういうモードで行こうみたいになるんですか。うん、朝なんか全て決めるかな最近は、うん、なんかそうかもしれない。衣装とかも、衣装は、まあ、ある程度決まってるけど、うん、でも変える時もある。そうなんですよ。なるほど、じゃあ今後はどうなっていくかまだですね。朝の気分ってことですね。まあ、そう名古屋はそう、うん、なんだっけ、梅雨が明けて、はい、夏になったんで、はい、なんか多分気分を変えたかったんですね。あ、なるほどね。多分ね。じゃあ気候とかで結構影響があるわけですね。結構ある俺。あるあるある。どうですか、梅雨明けて関東も真夏になりましたけど。はい、それと同時にあれですね、ルナシーのツアーの合間に、まあこうスタジオ作業が入って、はい、まだ全然感じてないっていうか、うん、でも今は我慢、うん、やってから遊ぼう、ね、うん、海とか行きたいですけどね。行きたいね、うん、砂感じたいですよね。感じたいね、砂浜ね、感じたいね、うん、どうなんですかね、今年海の家とかやってるのかな。やってるとこはやってますよ。やってますか、うん、海行くことあります。ありますよ。お、うん、好きですよ、うん、はい、それを入ったりも海っぽくないですか。いや、めちゃくちゃ海っぽいですし、うん、話もちょこちょこ伺うんですけど、今俺のことワカメって言ったでしょ。言ってませんよ飛躍しすぎじゃありませんか。海っぽいイコールワカメ言ってない。私自分が忘れてるだけでワカメって言いました。ごめんなさい、話が脱線しました。ごめんなさい、怖い怖い、自分が怖い。、はい、ワカメっぽいって言って、ワカメちゃん言うな、わかめちゃん言うの。つぼってしまった。あ、わかめちゃん、あ、私、でも切ってからこの辺のカットちょっとわかめっぽいなって、わかめちゃんっぽいなと思って。顔がわかめちゃんじゃないの。全然。あと今行くよ、くるよさんの、くるよさんみたいな。あ、こっちがね。これ言わなきゃわかんないのに言っちゃいました。ね、いくちゃん、いやー面白いだ。、はい、ちょっと今さらって言いましたね。はい、ちょっと話戻しましょうか、はい、はい、すいませんね、うん、はい、というわけで、あの今後のツアーの髪型はまだ未定。そうですね、気分によってということですね。またブレイズに戻すかもしれないし、うんうん、なるほど。まあでも本当になんかいいルーティンもあるし、はい、悪いルーティンはないんだけど、こうルーティンにとらわれないようにしていくっていうか、うんうんうん、やっぱ同じ例えばセットリストだとしたとしても、はい、なんかこうやっぱフレッシュな気持ちで、うん、やっぱりなんだろう、こう演奏するっていうか、うん、ライブをやるためには、まあ、何事もそのなんだろう、こう、まあ、決めつけないで、うんうんうん、行きたいなって思ってます。あんまりルーティーンは必要ないっていうタイプですかね。結構ルーティーン好きですけどね。あ、やることはやる、うん、食べるものとか、うん、好きですけど、うんうんうん、でも、うん、やっぱ季節とかさ、うん、出会う場所とか出会う人で変わるので、うん、それをまあ素直に受け止めたいな、受け入れたいなと、うんうん、ね、そうするとわかめちゃん。ちょっと今日キャラがわかめちゃんでよかったですけどね。
はい、ありがとうございます。わかめちゃんじゃないか、俺がわかめか。あ、そうか、そうか。わかめちゃんとくるよさんでお届けしてます。違いますから、はい、また脱線しちゃうんで、はい、YouTube です、流れますから本当ですよね、はい、全く何を、はい、こんなメールも来てました、はい、アーティーさんから、はい、初めまして、今年の初め頃 Spotify でクロスを聞いたのがきっかけで急激にルナシーにハマり、うん、今いろいろと掘り下げて聞いています、はい、ルナシーのアルバムごとに違った特徴があるのはもちろんですが、うん、メンバーそれぞれのソロも聞いてみるとこれまた全然違ったクリエイティブな魅力が炸裂していてすごくびっくりしています、うん、新参者ですがいつかライブにも行ってみたいと思っています、うん、という、うん、ありがとうございます、ね、最近ハマったというファンの方ですけれども、うんうん、来て、ね、しかもソロもすごい聞いていらっしゃるみたいですね、うん、ありがとう、ありがとう。まあ、ルナシーのなんだろう、すごいすげえとこっていうか、すごいとこっていうか、うん、みんなね、なんかソロやってるからね、うんうん、違う、まあジャンルは別にあれだけど、そういうとこがあるから、また合わさった時にね、そうですね、うん、5人がぶつかった時に面白いことがあるっていう、うんうん、違う味がこう、化学反応を起こした時にっていう、そうですね、そうですね、うん、そうですか、うん、今ソロ沼へようこそっていうコメントもありましたけど、何前？ソロ沼？ソロ沼ね、うんうん、ソロも沼ですよっていう、うん、ねえ、ねえ、沼へようこそがたくさん書かれてますね、うん、いらっしゃいという、うん、ね、でも今ツアー中なんでいつかライブにも行ってみたいということですが、アーティーさんぜひ、ね、ぜひぜひ、うんうん、来てください。はい、ありがとうございます、うん、もういつ行きましょうか。はい、紅茶の街さんからいただきました。はい、ありがとうございます。先日清春さんのバビロンチャンネルの公開生放送に行った時に、うん、そうだ、ジョーさんが井上さんが君に問うの T シャツを着てくれたおかげでめっちゃ売れてると話されていました。ツアーでも着ていたそうですが、どういう流れで着ることになったんでしょうか、うん、清春さんも喜んでいたようでしたよ、うんうんうん、そうなんですよ、この話になりました、生放送の時に。そうですね、なんか SNS で見たりとかしてて、はい、あ、その前にジョーさんに会ったのかな。はい、僕やるんですよ、よくその友達知り合いのブランドとか、うん、これライブで着たいなっていう話、うん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 、で、まあ、いただいたり、はい、したらやっぱ着たいなと思って、はい、君に問うの T シャツもそうですね、うん、そうですよね、うん、SNS にもお写真上げてましたもんね、うん、袖で着られてる様子だったかな。そうちょっと説明しますと、そのジョー横溝さんが君に問うというメディアをやっていらして、そこはいろんなアーティストさんのインタビューが上がってるんですけど、うん、そのメディアの、T シャツを作ろうということになり、清春さんがそのデザインをされた、うんうん、でその T シャツを井上さんが着ているという、うん、そういうことですね。でその売り上げが全部ジョー横溝の家の家賃に変わるっていう結構な売り上げなんじゃないかならしいよ。そう、ちなみに清春さんはノーギャラで受けたっておっしゃってるんで、ああ完全騙されたね、はい、清春君。こうですかね。ね、本当だね。こうですかね。なんかね、引っ越したらしいよ最近。本当ですか？そうなんだ、はい、うん。これ YouTube 流れたね。いやでも本当に売れてるらしいです。本当。めちゃくちゃ売れてて。マジで。白も欲しいんだよね俺。白私買いました。本当？いいですよ夏。本当？うん。この間、清春さんが出演された佐藤泰治さんのイベントがあったんですけど、うん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 、そこにき君に問うの T シャツちょっと持ってきてたんですけど、うん、これもうすごい売れちゃってるんで数量限定なんでって言って、うん、あいつの作戦がみんなダメだよ、みんな買っちゃダメだよそうでもね、本当に着心地もね すごい良くて、うん、俺何ももらってないけどもらってないけど、うん、いいよね。そうなんです、形もすごいいいよ、ね、そうです、うん、すごいやっぱりこだわってらっしゃるのと、清春さんもねデザインご自身でよくされてるんですけど、うん、清春君のとこのデザインもデザインというかね、形とかね、うん、デザインもそうだし、物販の質がやっぱ高いですよね。そうあれパクろうかなと思って。パクってください、うん、私が言うの変ですけど。いやいや直接本人に言うから。そうですよ、ね、パクっていいですか、パクっていいですかはい、オフィシャルで、うん、そう本当いいんだよね。ね、あ、黒買ったよって買った、ね、そう、ボディがいいんですよ、ね、まあでもうちのもいいんですよ。そうなんですよ、はい、だってさっきのウィンドブレーカーだってよかったですよ。あ、ルナシーね。そう、ルナシーもいいですしね。あれペラペラだよ。ちょっと嘘です、はい、なんで下げるんですか。いやいや、夏だからペラペラにしたの。あ、そっか嘘ですよ。着やすい、はい、もうどっち、うん、いや久々だからちょっとそうですね、うん、こう距離感がちょっと分かんない。いやでも楽しい。今さっきまでレコーディングしてたから。そうですよね。そう、こう
シリアスモードとこうあれが、そうですよ、なかなかこういうのも貴重ですね。イランさんもちょっとこもってレコーディングされてて、私も今日こもってたんで、お互いにチューニングをちょっと合わせてる状態、そうね、そうね、うん、ですが、うん、はい、チャコール買った、はい、ありがとうございます、本当に、はい、でもいいですよ本当に、はい、ね、そうなんです、うん、さあといったところで、はい、皆さん冒頭から引っ張っておりましたとある情報について、うん、ここで初解禁をしたいと思います、はい、まあ、私たち今日ここにいるということは、うん、あのことじゃないかと、はい、思っている方いると思いますが、井上さんお願いしていいですか。そうですね、10月20日に、ソロですね、はい、ニューアルバムが発売決定となりました。10月20日、はい、いやでも少し前からもう作ってるってお話されてたじゃないですか、うん、それがいよいよ固まってきて時期が決まったという。そうですね、まさにもう今がその真っ只中で、はい、うん、だからルナシーのツアーに行って帰ってきてレコーディングして、レコーディングを止めてまたツアーに行ってってことをずっと7月はやってるんで、まあ、なかなかこう痺れる感じですよね、うん、相当多忙でしょうし、うん、そのこうどうモードを変えてるんですか。モード、うん、ライブのモードとその外にこう出していくモード、うん、いやでも、あ、もう本当に朝もいや今日はグラシーノーだとか、あ、うん、今日はソロノーだとか、うんうんうん、自分にこう言い聞かせて、うん、やってるかな、うん、まあ、かなり、ね、暑い中でもツアーしながらレコーディングって大変だと思うんですけど、うん、今パーセンテージ的にはどこら辺まで来てるんですか。ね、あと2曲、レコーディングしたら終わるというかミックスに入る、あ、うん、ミックスターに入る、うん、これ本当にあのイノランバーが完全初解禁という情報ですので、うんうん、皆さんね、今見てる方はいち早く知れたと思いますが、うん、ねえ、でもツアーにルナシーのツアーに行ってらっしゃる方は、うん、その合間にレコーディングをしてるのって結構びっくりされるんじゃないですかね。んでもね、やっぱり、うん、まあ、前の2枚アルバム作った時とそうなんだけど、はい、またこんな状況でしょ、はい、だから俺はそういう時はやっぱりこう前に進まなきゃいけないっていう自分なりの答えがやっぱアルバムを作ったり曲を作ったりする制作に向かうってことなんですね、うん、ですね、うん、どうですか、あの前作前々作リバティンドリームスとビートインザワールドアンドミーは、うん、まあ、お一人で基本こもってね作られてたかなと思うんですけれども、うん、今回はどういう路線っていうのをちょっと言える範囲で。いや今回もその延長ですね、一人でやる感じなんですけ ど、うん、またさらに、うんうんうん、この続きは後で、はいはいはい、また後ほど、はい、詳しくはあの会員限定パートで後でねまたご紹介したいと思いますし、うん、はい、それに関してメールもたくさんいただいているのでまた後ほどご紹介をしたいと思います。でですよ、もう一個、うん、アルバム出るってことはこれ稲田さんあれですか、ツアーあるんですか。ツアーはねないですね、はい、うん、ライブはだけども、はい、ライブは、あります。お、はい、去年ねやれなかった9月の5 days のリベンジを、うん、やります。わあ、そっか、リベンジだもんな。そうなんですよ、あ、はい、出ちゃったねこれね、出ましたね。今回東京、イノラン東京5 nights、うん、バックトゥザロックンロール、ロックンロールで、それでこのロゴ、はい、もうちょっとロックンロールでしょっていう ね、まあ作ってるのがまあ別として、はい、みんなそろそろロックンロール、いやそうなんですよ、見たいでしょ、やりたいでしょ、うん、ロックンロール感じたいでしょ、はい、やっぱあのバンドセットでね、うん、やるのもまあ去年のリベンジも含めて、うん、バックスはロックンロールで、なるほど、5 days、はい、ちょっと改めて、はい、今発表していただいた内容ですが、うん、9月23日、25日、26日、29日、30日で30日は FC 限定となります。リキッドルームで開催ということになりますね、はい、行きたいよっていう、ね、うん、コメントもたくさん来ておりますが、そうやっぱりロック聞きたいですよ私も最近、うん、
でしょ、俺もそう、ねえ、あの海外とかも結構ライブ始まってたりフルで入ってたりするじゃないですか。そうね、フィーダーもやってるし、ね、フーファイターズもね。そうですよね、フーファイターズのちょっと映像見た時にうわやっぱ聞きたいなって思ったんですけど、今回もまあバックトゥロックンロールということで、バックトゥロックンロール、はいはい、あそうだ、ファーストセカンドステージ両方あるということですね。ファーストステージが、開演が16時ですね、セカンドステージが開演が19時30分ということになります、これはお時間に関しては5日間共通になりますので。そうですね、いやいいですね。そうなんですよ、であのやっぱり去年の段階でかなりあのチケットみんな買っていただいたんで、でもこんな状況になったでしょ、だけどあのほらなんかこう国の 行政の指導とかで、やっぱ半分になったり、で半分にしなきゃいけない、それできないと、だからみんなが見れるように、だからファーストステージセカンドステージ、やります、分けてという、みんなに見てもらうように、うん、だから10公演ですってことになりますよね、5日かける2ですからね、そうですね、わー、ロックンロールしますよ、ロックンロール、しかも10公演あって全てがロックンロールするという、します、でもあのやっぱり今ルナシーのツアーに入られて、こうステージでロックをする、ギターを鳴らすってことがなんか日常になりつつあって、ちょっとこうやっぱり去年の今とは違う、なんかリアルに想像ができてますか。私もちょっとそのステージを見るってことがだんだん日常に戻ってきてる感覚はあるんですけど。そうですね、戻ってきてると思います、あとは僕らの演者とかそのなんだろう、こう演出してる人たちのもっとこう解放してもらう、その何だろう、こうマスクを取るとか、声を出すとかではなくてもっと解放してあげる、僕らのなんだろう、こう気持ちもっと強く持たなきゃいけないなとは思いますけどね。そうですよね、最近のライブだとなかなかそのこちら側が声を出すことができないので、なんか今までこう声でやり取りしてたとか、なんかこう歓声がなんかこうステージからの回答だったわけですけど、それができないことにステージ上の方々も慣れなきゃいけないんだなっていうことになってますもんね。そうですね、僕は全然もう慣れたってわけじゃないですけど、もうないものはないので、もうそれでやっていくしかないし、その状況で楽しめることを考えたい、だから私をやりながらすごい、考えることは、考えるっていうか、そうなんだろう、こう尊いものをこうどん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 こうもらってる感じ、その気持ち、この気持ち忘れてたなっていう、でも君に会えたし、僕は君に会いに来たしっていうことで、やっぱりこうなんだろう、その最高の時間を作ること、をやっていきたいなっていう、一本一本。そうですね、やっぱりマスクしてても目が見えてるだけで全然違いますよね。そうだね、人がいて目が見えてて、で拍手の大きさとか厚さとかで結構伝わってくるもありますよね。そうだね、まあ本当にあれだよね、近くに入れるってことがどれだけいい、どれだけ嬉しいっていうか、どれだけ幸せなことかっていうか、会話がなくても近くに入れることって、関係もそうでしょ、いろんな関係もっていう、ライブってそれすごい凝縮してたんだなってことを改めて感じれた、尊い、皆さんコメントもたくさん来ておりますが、匠です、5歳です、ありがとう、5歳なん、本当匠くん、5歳ありがとう、ぜひ日程チェックしていただいてね、皆さん行ける方、あのチケット去年から、持ってらっしゃるという方も、そうですね、いらっしゃると思います、来た、スタンプ、お、てってれゲフト、イエイ、ギフトも結構来てますね、ありがとうございます、ありがとうございます。さあといったところで、ここでですね、イノランバーの会員限定放送に切り替えをしたいと思います。限定のパートでは今発表されましたこの2つの話題についてもうちょっと詳しく伺っていきたいなと思うんですが、前編見たいという方は運営コメントリンクから登録をして視聴をお願いします。38歳、いいよ、では切り替えの前にですね、こちらの楽曲をご覧いただきたいと思います。ハードナイトです、どうぞ。